パリ五輪開幕を間近に控え、思いがけないことが起きた。体操女子日本代表の宮田翔子が代表を辞退したのである。写真、高校時代の宮田翔子と先輩、村上舞の、ブータッチ、見たことある。将来を嘱望された宮田翔子、16歳、の美しい演技。パリ五輪に挑む日本代表の選手たちも、この記事の写真を見る。7月19日。 日本体操協会が記者会見を開き、いきさつを説明した。それによると、7月15日に喫煙に関する情報提供が強化本部に入り、翌日、宮田本人に確認。喫煙の疑いが浮上したことから合宿地のモナコから緊急帰国させて18日に本人をはじめ担当コーチらが同席の上、聞き取りを行ったという。結果、 喫煙だけでなくナショナルトレーニングセンター内のアスリートビレッジでの飲酒も発覚したという。西村健司専務理事は、喫煙と飲酒はそれぞれ一度だけという説明がありました。信じていますと話している。話し合った末、日本オリンピック委員会 joc に対し、事態を申し出たという。宮田は19歳。喫煙、飲酒が可能な年齢に達していない。また 日本体操協会の日本代表選手、役員の行動規範に対する違反もあり、こうした結論に達した。未成年に限らず、定められていた喫煙、飲酒の禁止。行動規範の該当箇所にはこのように記されている。8. 日本代表チームとしての活動の場所においては、20歳以上であっても原則的に喫煙は禁止する。 2016年度から数年かけて段階的に全面禁止とする。旧、日本代表チームとしての活動の場所においては、20歳以上であっても飲酒は禁止とする。ただし、合宿の打ち上げ、大会のフェアウェルパーティー等の場合は監督の許可を得て可能とする。未成年に限らず、代表として活動している時の喫煙、飲酒は禁止とされている。違反した場合、別に定められている、倫理規定。 により処分を課するとあり、そこには違反行為に対する処分は、懲戒委員会で検討し、理事会によって決議するとある。具体的にこういうケースならこう、と定められているわけではない。ただ今回は、事態であるので、委員会による検討に至らなかったことになる。協会が認めている、内部からの情報提供、という事実。会見に先立って すでにいいくつもの報道がなされていたその段階から会見後に至るまで大きな反響を呼び、喫煙、加えて飲酒により五輪代表ではいられなくなったことについて、当然と見る向きも厳しすぎると見る向きもあるという。結果的に事態という自ら返上した形式ではあるが、そうでなければ、先の通り、さまざまな違反に対する処分は、懲戒委員会で検討することになっていたはずだ。 どう結論を出していただろうか。スポーツはルールに則っ,って行われ、ルールの遵守はスポーツを成立させる根幹でもある。何らかの処分は当然あるだろう。ただ、仮に辞退していなくとも、五輪代表剥奪に値する行為であったとは言い難い。本来なら、19歳であることを鑑み、例えば教育的に指導していくことをもって処分としていくような話であるように思える。 首相という立場なのにどうか、という声もあるという。それでもまだ19歳であり、また東京五輪後の世代交代により、エースとして引っ張る立場に自然と押し出された状況もある。主軸としての期待を背わざるを得なかった。それに対するサポートはどうだったのかも検証されるべきだろう。ただ、仮にこのまま出場したとしても、おそらくは常に今回の問題が付きまとい。 ずっととクローズアップされ続けるることになるその中で競技をすることがかえってダメージとなることもありえる。また今回の情報提供は外部からではなく内部からのものであることを教会は認めている。さまざまな事情からして事態を選択したのもやむを得なかったとも言える。